はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、チャチャです。本日はですね、通訳の源頭上小野九人氏をやっていきたいと思います。一応クリアの方はしております。でクリアパーティーの方がこちらになります。オグニアナ、シフ、ストレームイクネン、エレン、アイシャとなっております。でアイシャに技の継承をして、足絡めを継承して、こいつを主弾薬にしたいと思います。一応霊耐性なども上げております。一応ちょっとこんな形でやってみましょう。陣形の方は一応玄武陣の方を使っております。シフの回復ね、こいつの回復、吸収攻撃、あとはこいつのヒーラー、まああとはもううまいこと九人氏が出れてくれたらなと思います。やってみましょう。まずはいつも通り、通常攻撃をしながら BP を貯めていきましょう。でエレンだけクイックスピンで腕力、自分の腕力を上げていきましょう。痛いですね。こいつはとりあえず今回は自分に祝杯をしましょう。ちょっとね、ヒーラーが死なれたらちょっときついんでね。これは回復を願うばかりですね。いいですね、回復しましたね。 OK です。なるべくね、早いうちにね、祝杯をやっぱ打ちたくないんでね、あんまり。なるべく温存しながら戦っていきたいですね。で、このターンはスターンを入れるので、回復とかはなしでいけるかなと思います。さあ、行きましょう。この時に、グローリーを打つより、刻み巡り。こっちの方が、なんか、これを2回打った方が結構火力も出るらしいので、ちょっと、少しずつ、削りながらやっていきましょうか。大木山、刻み巡り、クイックスピン。で、こいつは、足絡めをずっと打ちたいので、通常。ちょっと魅了はいりませんね。はい、これは終了ですね。はい。再戦しましょう。やっていきましょう。テイク5ぐらいかな。なかなか出れてくれないですね。これはまだマシかな。うん、いいでしょう。エナジーストーム。シフに行けばだいぶラッキーかな。ああ、そこか。まあ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 、まあまあ、とりあえず祝杯で生き返らせましょう。通常クイックスピンで足絡め。 OK。 よし、回復いいですね。 OK です。大体あらかたいい感じにパワー
HP は溜まってますね。いいんじゃないでしょうか、流れ的に。で、スピン。通常。このまま出れていってくれたら、すごく助かります。交流権はシフ。で、ライフスティール。これはありですね。これはまだありですね。次のターン、シフが、このターンでシフが仮にやられたとしても、次のゼロの時にスタンで決めれるので、ちょっと減らしましょう。まあ、一番いいのはシフが回復してくれるのが一番いいんですけどね。これでエナジーで耐えて回復。いいですね。素晴らしい。まあ、ここのエレン、あ、ちょっと痛いな。このエレンがちょっと落ちたのは痛いですね。これは痛い。回復。祝杯の、通常、足絡め。OK ですね。これで、これでオーバードライブ打ちましょう。まあ一応、まあ、モーニングは打ちましょうか。打ってみましょうか。デッドリスピン。ちょっと火力は足りてないですけど。まあ、銃撃って、まあ、ハイパーハンマー。ちょっと連携でダメージを減らしましょう。やってみましょう。おお、8いいですね。うん。やっぱ火力がやっぱ、スピンをやってないからね、ちょっとね、さすがに。これでしっかり BP も返ってきたんで、イクネを起こします。それからまたクイックスピン。通常。おき、このゼロはでかいですね。OK です。ライフスティールはいいですね。OK! すごい流れいいと思いますよ、これは。いいんじゃないですか。まあ、減らせるときに減らしとけばいいんで、攻撃できるときは攻撃しましょう。通常、スピックスピン。で、足絡め。行きましょう。いいですね。うん、HP もかなりみんないい感じである状態で進んでますね。これはちょっと BP を食べますか。どうしようか。まあ、ちょっと、ダメージ与えながらでもいいんですけどね。じゃあこいつはちょっと大技打ちたいんで。で、こいつは BP を貯めましょう。やっぱこの回復がでかいですよね。で、シフが回復すればでかいです。これで。攻撃して。うん、回復しない。おー、ライフスティールで結構削られとるな。これはどうしましょうかね。祝杯を打ちましょう。念には念を入れて。通常。まあ、回復したら回復したで仕方ないんで。ピックスピン。
通常。あと1回オーバードライブを全員で打てば減らせれ、ギリほぼ結構ほぼ減らせれそうな雰囲気はしますけどね。そこが痛い。で、このターンは大丈夫なんで、通常、クイックスピン、足がらめ。不人種の攻撃より早くすれば正解。お願いします。OK ですね。よし。これで全力でいきましょう。これで多分落とせるんじゃないかなと思います。やってみましょう。いけましたね。はい、ありがとうございます。こんな感じでクリアすることができました。やっぱね、オグニアが、やっぱりその、ヒーラーとしての役割と、あとアビリティでダメージをね、ゼロにしたりとか、いいとこ尽くしのキャラなんでね、本当に、いいなと思うキャラです。はい。まあ、こんなパーティーでいけたんで、皆さんも少し、パーティー編成って結構いろいろ様々だと思うんで、少しでも、誰かの参考になればなと思っております。こんな感じでまた違った動画もまた上げたいと思いますんで、ぜひ皆様、またなんか動画上がった時は、見てみてください。あと、ライブ配信で、ノマサガーレスなどもやってますんで、皆さん、ぜひよかったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。では、また失礼いたします。バイバイ。